まあここで言うことじゃないんですけど、次回大会もあの谷川さんと決まってる話があって、まあ言ったら怒られるかもしれないですけど、コージ対バダハリは決まってますね。はい、これは楽しみにしておいてください。来年ですね、じゃあ、はい、バダハリ対コージ、もうこれはもうやります。はい、これはもうそういえば昨日言われたね、これやろうって言って、はい、バダハリとやりたいんですか。やりたい、めちゃくちゃ好き、めちゃくちゃあいつ俺好き、かっこいい。でもこういうことですよね、やっぱりこういうことですよね。はい、まあ死ぬかもしれんけどね。はい、その時はちゃんとしてくださいね。はい、ギャラが高そうだな。ちゃんとお金くださいって聞こえましたけど、ね、そういうことですよ。そういうことですね。いやだけどこういうことです本当に。なるほどね。はい、谷川さん、これ今日ね、この工事ブアカオ戦のみの発表になりましたけれども、19日までは順次発表していく形ですか。まあだけど今週中に、はい、ちょっとあの桜庭さんのご家庭にご不幸があったりなんかいろいろしたんで、まあカード揃ってるんで大体ですね、発表タイミングだけ、まあタイミング的には今週中には全部発表したいと思います。これね、僕が第一弾に来るってことは後のカードやばいと思いますよ。これ楽しみにしておいてください。僕は知らないんですけどね、まあ、谷川さんのことは僕らよりやばいカードがバーってなると思うから、チケット早く買った方がいいですよね。3000円ってもう50円お取りくださいみたいなもんでしょ。いやいや、これね本当に私も事前に、いや谷川さんが3000円はこのカードはやばいよって言ってます。いやだからそれだけ格闘技この団体を広めたんやろなと思って、ほんまに言い方悪いけどファンサービスですよね。だってライジンとかもうめちゃくちゃやん。めちゃくちゃ100万とか、まあそんだけ人気あるってことやねんけどね。素晴らしい、日本でね一番の団体からそれはそれでいいんですけど、まあ多分ファンのみんなからしたらめちゃくちゃやん思ってると思うから、今回はね3000円って言って52お取りくださいみたいなもんなんで、はい、みんなで見に来てくれたらなと思います。はい、はい、お金に余裕のある方はぜひ能登半島への寄付をお願いしたいと思っております。はい、ありがとうございました。以上をもちましてですね、能登半島地震チャリティーイベントジャパンマーシャルアーツエクスポプロローグの記者会見を終了とさせていただきます。日付もう一度言わせてください。2024年10月19日の土曜日、神奈川県の文体で開催いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。これも自由席は3000円ですから、皆さんもね、指定席の方も1万円ということでよろしくお願いいたします。ちょっと俺もホワイトマネーちょっとだいぶ寄付しますね。ありがとうございます。今小石さんの声取れましたかね。ここで言ってもらえますか。ここでもう歩いてかっこ悪いやんもうもうそれ出ないじゃん。いや聞こえなかったと思います。あ、発表があります。いや発表でもないですけど、こういう話聞いて、谷川さんね、ようけね、お小遣いくれるみたいなんで、ちょっと僕も、ホワイトマネーのね、一部を寄付したいなと思ってます。はい、いろんなしんどいことあると思いますけど、みんなで日本を盛り上げていきましょう。工事軍団のみんな、盛り上げるので楽しみにしててください。よろしくお願いします。ぜひ皆様ね、寄付の方もよろしくお願いいたします。以上で記者会見終了させていただきます。